こんにちは。癌で亡くなった方何人かこの目の前にしてきたんですけども、一人残らずタバコ吸ってましたね。だから単純にタバコのせいだとは言えませんけども、タバコは全ての癌のリスクを極限まで高めるらしいんですよ。まあ、中にはタバコ吸っても癌にかからない、そういう体質の人もいますけども、タバコはね、良くないですね。まず医者にタバコを止められるってよく聞くでしょ。本当止められるんですよね。でも、いや、タバコを吸わない人生、まだこれは長生きしてもしょうがないよっていう風なね、まあそういう風な思考の汚染があるわけですよ。いや、怖いといえば怖いですね。そもそもタバコの起源っていうのは、まあ、マヤ文明に遡るわけですけども、幻覚剤なんですよね。当時のタバコの成分と現在とはだいぶ違ってますけども、当時はお香の中にタバコのね、葉っぱをバーって入れて燃やして煙をもうもうと出る中で、こう神官がこうやって無遊病状態になるわけですよ。そこで幻覚を見たものを神官の言葉として、神の言葉として国民に知らせていたんですよね。でしまいにはこのマヤ文明は今年中に滅びるぞっていうね、神官が言ったわけですよ。そしたら本当にその年に民族みんなで滅ぶことを選んだという。それは自決ってのもあったと思います。集団自決もあったと思いますし、ある者は土地を離れて遥か彼方にね、まあ、インカとかアジアとかに移っていったらしいですけどね、で結局そうやって全ての文明がなくなった頃にエルナン・コルテスっていうのがやってきて、で少数民族がなんだか知んないけどタバコみたいなの吸ってるぞと、おこれ持って帰って中毒になるぞ、これを流行らせたら儲かるぞみたいな感じでマヤからタバコを持ってきて、でそれをヨーロッパにこう流行らせて、果てはアヘン戦争まで行くわけですよね。だから世界の経済と戦争を司る、そして民族の存亡にまでタバコっていうのがかかってるわけなんですよ。この中毒症、ね、水タバコっていうのもありますけども、もともとは幻覚を見せるためのものだったのと、あとまあお酒もそうですけどもね、晩酌に一杯ってあるでしょ。あれがすごいですよね。晩酌って言葉を作り出して、で1日1本みたいなね、習慣を作り出す、1日1本必ず手にするお酒とかタバコがあるっていう、このリピートっていうのは凄まじいですよね。しかもタバコもお酒も後々健康リスクがあるわけですよ。で健康を壊せば医療にかかって、そこでまた絞り取れるわけですよね、お金を。で絞り取って保険料も中間団体にどんどん入る仕組みができてるってことなんで、タバコを流行らして、お酒を流行らして、でまあ中間団体が設けて利権のこう巣窟になると。で天下り先にも JT があったりとか、まあお酒の各ね中間団体があるみたいな感じですよね。まあ都市伝説みたいですけども、まあこれ本当にそういう仕組みで作らせてますからね。一度なんかそのアメリカで禁酒法ってのがあって、お酒を禁じたらしいんですよ。お酒を禁じたらマフィアが地下で作ってね、いわゆるアンダーグラウンドで、ほんでマフィアの資金源が一気にできたみたいな。要するに国民は合法的なお酒が飲めないんだったら闇のお酒を高くても買って、それがマフィアが巨大化してしまったね、元になったと。でジョン・フィッツジャルド・ケネディ大統領も実は当時非合法のお酒を作って莫大な富を得たというところで大統領まで上り詰めたというね、もともと犯罪者ですからね、すごいですよね。まあでもケネディ大統領は43でしたっけ、暗殺されてしまうわけですけども、吉田さんが47、3年後ですね、ビッグサン事件で CIA の計画をぶち壊して世界を核戦争から救ったという功績もあるし、で大尉時代は日本軍と戦ってね、でなんと勇敢にも生きて帰ったということもありますし、なんか人の歴史はすごいですね。でケネディ大統領はタバコではなくて葉巻をこうやって吸ってたという、でもまあ寿命とは関係ないところで暗殺されてしまったんで、タバコのせいっていうことはならないですけども、でも長生きをするんだったら大体タバコの害っていうのは40とか50あたりから出てきて、で60とか70で深刻になってっていうことらしいですよね。なんかアイコスっていうのが出てきたらしいですけども、吉谷さんも吸ってると思うんですけども、タバコ以上の害薬と中毒性があるって聞いたんですけど本当ですかね。まあ、考えればキリがないですけども、私はねタバコもお酒も今全然しないんですけども、タバコやお酒をする時間が多分こうふんだんに浮いてるっていうことなのかなと思いますね。ついでにああいった道楽っていうか嗜好品をしない上に、なんか趣味までないというね、素晴らしい人生何もない空っぽの人生になってしまいましたそれもまた、ね、面しからずやって感じですね。じゃあまあ「タバコはがんになる」というタイトルでお届けしましょう。いってらっしゃい。